大崎高度に多く生息するノスリは鷹の仲間で、水田の食物連鎖の頂点にいる猛禽類です。ノスリは他の猛禽類と同様に、辺りを広く見渡せる電柱や木のてっぺんで獲物を探します。大きさはカラスほどで、体は褐色の羽毛で覆われています。狩りの際に脳をするように飛ぶことから、ノスリと呼ばれるようになったと言われています。ノスリは群れることはなく、単独かペアで行動します。夏には林で繁殖し、稲刈りが終わる頃から北から渡ってくるノスリも加わって数が増え、田植えが始まる頃までの冬の間、開けた田んぼを狩り場にしています。ノスリの獲物は野ネズミや小鳥、カエルなど小動物です。ネズミなどを取るのがうまいノスリにとって、冬の田んぼは格好の狩り場なのです。また農家にとって、あぜに穴を開けるネズミの仲間は厄介者です。そのネズミを食べてくれるノスリは、農業にとっても重要な存在です。世界農業遺産の大崎高度、人と生き物とが共生する環境が豊かな生物多様性を育んでいます。